どうも、パシチャンネルです。皆さんおはようございます。そして日本おめでとうございます。サッカー見てましたか？僕はなんとかね、最初から見れませんでしたが、今日の4時半になんとか起きることができて、前半の30何分ぐらいからかな、日本対スペイン戦を観戦してましたが、もうその時点ではね0対1で、まあ負けてたんですけどね。ハーフタイムが終わって、後半戦3分か4分ぐらいでスコーンとね1点入って、1対1に追いついたと思ったら、もう開始7分ぐらいかな、あっという間に2点目も入りまして、2対1で大逆転。そっから45分間長かったね、45分までか、長かった。もうほとんどもうスペインがずっとボールキープして、もう日本のフィールド自軍のもうゴール手前でずっと回されて、シュートとかね打ったらカットして、シュート打ったらクリアしてっていう、ずっとその攻防を45分までね繰り広げて、まあでラストあの45分の後、なんて言うんでしたっけ、ビハインドって言うんでしたっけ、あの延長ラストちょこっとあるじゃないですか、あれがなんと7分、長っと思ってラスト7分間もなんとかなんとかシュート打たれながらもね守り抜いて、2対1で日本勝ちましたよ。すごいですね、日本強豪ドイツスペインにも勝って決勝リーグ進出決定ですよ。これは嬉しいニュース。12月入って早速嬉しいニュースが届きました。今何時だ、6時13分か。いやーこれはね嬉しかったね、心臓に悪いね。サッカーってあんまり生放送で見たことなくて、ドイツ戦もねコスタリカ戦もあの結果だけニュースで聞いてたんですけど、まあやっぱこの追い詰められた日本の最後、予選リーグ最後はね生放送で見たいなと思いまして、今日頑張ってね眠い目をこすりながら見てましたが、もう最後の15分ぐらいはもう眠気も吹っ飛ぶぐらい、早く終われ早く終われって、もう本当心臓に良くなかった今日ああでもよかったね、日本でも、あじゃあ表現力えぐいなスペイン人。でもスペインもね日本に負けたところで決勝トーナメントいけるんじゃないのかな、2位通過かな、どうなんだろう。ドイツとコスタリカが裏でやってて、コスタリカが最初リードしてるなんて言ってて、でも結局ドイツが逆転勝ちしたんじゃないかな、最後の方で4対2でドイツが逆転してますなんて言ってましたけども、はい、ということで、いやーすごい、今回は日本めちゃめちゃ強い、森保ジャパン頑張ってくれました。はい、ということでね、今日は金曜日ですが、ファシストーリーのね、第161話雪女とヘンリーのお話も、もうなんとかね昨日一昨日から撮影始めて一気にトントン拍子で進みまして、なんとか今日金曜日のね夕方にはアップできるかな。ほんとね何年ぶりだろう、2、3年ぶりかな、雪のシーンのファシストーリー、うん、コメントでねいただいた通り100均で買いました、あの雪景色になるようにね綿とかいろいろ買って、はい、雪国のパーシーストーリー、お楽しみにしていてください。今日の朝のニュースはもうサッカーで持ち切りでしょうね、はい、今日もなんかすごく寒くなるみたいなので皆さんね防寒対策して、またなんか僕はまた喉がちょっと痛くなってきましたけど、体に気をつけながら、今週も楽しい週末を過ごしましょう。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。面白かったらなんかもう滑舌が口が回らないね、うん、それでは皆さん、いってらっしゃい。